ヨーブラザー白瀬ゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したいのは、螺旋12層のちょっと問題があるようで、チャールのでかいやつの岩盾を持ってるやつ、あれを倒すのがまあ難しいってことで、キャラクター持ってない人とかだとなかなか瞬時けさせるのは難しいんじゃないかなっていうところ、盾を壊すのが難しいんじゃないかなっていうところで、今そうだな、モナとか持ってなかったり、元素爆発のね、のかなり強力なキャラ持ってなかったりとかすると、あと勝利、アルベドとか、そこら辺がないとなかなか岩元素系で、すぐに割ることが難しい、あるいはちょっと時間かかっちゃうってことであれば、提案なんですけども、カフカですね。カフカがかなり盾を割るのに、優秀だったりします。で、上半だと、ちっちゃいチャールも結構盾持ってて、それ壊して倒すのが難しいんですけど、それをもう一発で、例えばスクロースで巻き込んだところに、炎深淵やって非元素つけてる状態で、過負荷をかけるともうシールド一気に剥がれてしまうみたいな、さっきのムーブですね。リサの置き型にスクロース混ぜて、その中にスクロースのボンボン爆弾投げても、もう一瞬で剥げて防御力下がって、敵はどんどんいなくなっちゃうみたいな感じになるんですが、それがかなり僕的には優秀なのかなと。誰でもできます。リサでもね、レザーみんな持って、レザーでも、あとはみんな持ってるであろうスクロース使って巻き込みみたいな、あとは深淵じゃなくても、クレー持ってなければね、シャンリンとかでもいいですよ。シャンリンの元素爆発とか、あとグオーパーそのまま投げてスクロースで赤入れちゃったりとかもできるし、あとはもう普通にアンバーディルックとかでも、火と雷であればもうインスタントにできちゃう。北斗使いの人とかでもバッチリですね。スクロースでぶん投げて、でそこに非元素、例えば何でもいいや、ベネットとかで非元素つけたスクロースのやつに対してもう北斗のカウンターでぶち込んでいくみたいな、国政で連打するみたいなのでもいいし、だ体験がなければ縦割れないとかじゃなくて、カフカを使って割っていくスタイルも全然ありなのかなと思います。で今回おすすめしたのは、カフカの威力も上げていった方がいいのかなってところで、縦が割れたりとかスクロース、僕の作った原素熟知盛り水力のスクロース、これで大体元素合ってるキャラクターであれば200以上の元素熟知が上がるっていう、こう動画をね出させてもらってます。これ使うと細かい敵雑魚処理も楽だし、12層上半でスクロース入れてカフカのメンバー入れると、もうそれだけでクリアできちゃいます。なので後半の方に、下半の方に自分の強い火力メンバーを集めていくこともできますんで、そういう振り分けができて非常にやりやすいのかなと。で今回レザーの場合だったら深淵組ませましたね。それは物理耐性が下がったりとかするんで、あと
そのレザーの火力が上がっていくってところでやってみました。で、リサの場合は、まあ、防御力が元素爆発で下がる静電気フィールドですね。それとプラスして、まあ、クレイのブービートラップ、ビートトラップか、ビートトラップが、まあ、こうその防御力が下がります。下がる下がる系でやって、まあ、仕留めるみたいな。あとはまあスクロースもぶち込んで、拡散ぶち込んで、まとめながらやる。あと回復は、そうだな。まあ、属性分けてやるんだったら7とか入れてもいいし、例えば非メンバー1人入れるのが確定してるから、まあ、ベネットの火力持って、それで火力で仕留めていく。回復しながら火力で仕留めていくっていうスタイルも僕的には結構おすすめかなっていうような感じですね。まあ、あとは、そうだな、下半の方で、その、例えば持ってるアルベドを持ってる人はアルベド入れたり、まあ、勝利入れたら勝利して、後半戦、行行入れたり、下半で行行入れたり。そういう、その、振り分けができるようになるためには、キャラクターの相性だけで面を選ぶんじゃなくて、元素反応の相性とかで、まあ、上半だけはその元素反応で対応する。下半は元素の合ってる岩で戦うみたいな。そういう振り分けの仕方を結構、そのキャラの持ってないその美課金の方、無課金の方とかであれば、僕ぐらいこう、いっぱい持ってるとね、そのまあ、普通にアルベド勝利入れて、行庫入れて、ね、モナ入れて、ベネットモナ入れて、で、ガン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 やってみたいなできるかもしれないですけど、そうじゃなければ今みたいにね、まあ、リサ、ホノ入れたり、シンエン、シャンリン、ね、そこら辺。下半に行庫とか回せば、行庫ノエルとか回せば全然問題ないですし、まあ、そういった形で、ちょっと、螺旋12層をね、振り分けてみるのも、僕的には面白いのかな。うん、元素爆発もりもり、キャラクター厳選、ね、生物やってダメージチャレンジやってる人だったら、まあ、モナ入れたりとかして、ね、ゴリ押しとか、全然いけると思うんですけど、そうじゃない方向けの、まあ、簡単な攻略の仕方です。カフカぜひ使ってみてくださいってことで、で前半戦でちょっと流した動画なんですけども、まあ、最近僕リサにハマってて、まあこれ紙風原点じゃないリサであれば、例えば天空、前回のピック、今回ねピックアップの、まあ、天空だったりもかなり優秀だし、うん、あとはまあ基本的には手数のね祭礼とかでバン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 やって、クレイのボンボン爆弾巻きながら、まあリサスクロースでまとめていく。ウェンティ持ってればその中にね、スクロースの代わりにウェンティとか入れて、まあ上半かな、12層の上半のちっちゃい盾持ちのヒルチャールとでっかい盾持ちのやつ、うん、それの処理がまあインスタントなキャラ、スクロースであったり、リサであったり、あとシャンリンであったり、そこら辺のインスタントなキャラクターで処理できれば、まあ、後半戦にメイン火力の、まあね、レザーであったり、その他のタルタリア、モナ、そこら辺の強力なね、手持ちの札の強力なキャラクターを後半に入れていくみたいな編成の仕方で、螺旋の攻略していくのも、また面白いのじゃないかなっていうような話でした。はい、まあ、こんな形でちょっとね、螺旋の攻略、まあ、簡単な攻略ですね。タイムアタック攻略というか、まあ、自分のも少ないキャラクターとかでも攻略できるような、その、考え方みたいなのもちょっと提案していければなと思いますので、ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価お願いします。で、生放送も結構やってますんで、よければ、細かいところとか、聞きたいことあれば、ぜひ、生放送で極力ね、答えていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。はい。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。